まあ私も16年ほど政治にかかっておりまして、衆議院の今度選挙に出られる方、たくさん知り合いもおりますし、自分がかつ一緒にいろんな活動してきた仲間もおります、そういった方々からも連絡いただいて、うちの選挙区には出さないでくれというふうなお願いはあるんですけれども、そういった要望に関しては一切受け付けておりません、あくまで支部の判断で、どこの選挙区に立てた方が、賛成党として支持が集まるかと、原口議員の主張が、この間、ガイドを見ていただいたように、かなり賛成党に近いものがあると。 なななるるとととと我々ももそここで訴えても訴ええててがががっしまううう票が取れいい可能性があるというふうなことを考えた可能性は十分にあります今回は前から申し上げておりますように九州ブロックで小選挙区で狙うというよりも九州ブロックで賛成党という票をしっかりと集めようということでの戦略を立ててますのでその大きな目標には候補者を変えて選挙区をずらした方がですねより賛成党として PR ができるんではないかというふうに考えていただけたんじゃないかな